インドガビアルカまたは、ガビアルカは、インドガビアルを含む、ワニメの系統群。伝統的に、原生種では、インドガビアル一種のみを含むとされていたが、分子系統解析により、マレーガビアルも本家に属することが示されている。化石種では、ピスコガビアリスやグリポスクスのほか、トミストマ赤に属するトヨタマヒメアなどが含まれる。細長い噴部を特徴とする。 インドガビアルカは1854年にアーサー・アダムスにより非常に長く細長い噴部や水かきのある足などの特徴を持つ爬虫類として命名された。インドガビアルカはクラウングループと認識されており、原生インドガビアルカの最も近い共通祖先とそのすべての子孫の実を含む。なお、ここでの子孫には化石種も含まれる。伝統的に クロコダイルとアリゲーターは互いにインドガビアルよりも禁煙と考えられ、原生種や化石種の骨格形態からブレビロストレス類という分類群が考えられていた。しかし、後の DNA シークエンシングを用いた分子系統解析で、クロコダイルとガビアルがアリゲーターよりも互いに禁煙であることが判明し、ロンジャイロスターズという分類群がハーシュマンへ通る2003で提唱された。 さらに DNA 研究ではマレーガビアルがガビアル上化のトミストマーカに位置づけられた。それまではマレーガビアルは外見こそ類似するもののインドガビアルとは桃園のクロコダイル上化に分類されていたがこれらの論文によりマレーガビアルと他のトミストマーカのワニをガビアル化に位置づける見解も登場している。2018年には携帯情報、分子情報、 相乗情報を用いたリーとイエーツによるアニモク内の系統解析が発表され、2021年にはヘコラ、ラがボアイ族のコゲノムを利用して、これを指示している。以下に、クラドグラムを示す。リーとイエーツは、ガビアルカ内での絶滅属種の系統関係も提唱している。この解析結果では、トミストマーカは、ガワ系統群となっている。なお、日本語文献では、 トミストマーカは依然として、クロコダイル浄化に位置づけられることが多い。小林海次によるワニと恐竜の共存巨大ワニと恐竜の世界では、トミストマーカは、クロコダイル赤と共に、クロコダイル化を2分するグループとして紹介されている。小林の監修を受けた、土屋県による地球生命水際の攻防士においても、町金ワニはクロコダイル類として紹介されている。 ありがとうございます。